けで続いての質問に参りたいと思います。はい、続いての質問はこちら。うん、お、あれちょっと早いのが出ましたね。なんか出ましたね。なんか出ましたけども、私だけが知っているホロライブメンバーの意外な裏側は。これ難しいですね。裏側ね、難しかったですね。いや、そんなんね、バラしていいのかというふうになったんですけれども、まあ、普段の配信じゃ見られない意外な一面をタレコミしてくださいというわけで、まず一つ目のタレコミがこちらでした。おー、あーね、坂本クロエが私のことを好きすぎる。あー、これ何かな。これ確かに何かな。これマリー、マリーちゃんとかかな。いや、でもなんかマリーですけど、結構相談があるとね。いや、でもやべ、相談があると、やべ、相談があるな。いや、ないだろ。そうだな、言ってみろ。何があるのか言ってみろ。先輩とコラボしたいっていう。そうなんだろ。クロエを取り合うな。これ誰ですか。これですね、あの書いたことさえ忘れたんですけど、小寄りでした。思い込みだよそれ、完全に。いやいや、それだけやばいよ。いやいや、え、だってあのあれですよ、ホロ様ビンゴあるじゃないですか、今やってるやつ。あれなんかオフコラボの話になった時に、あ、でもコンコヨの家だったら押しかけてもいいかみたいなね。それあれじゃないですか、なんかすごいよ、なんかないの。あれも待って、これビビオの家だったらマリンだってそれは押しかけてもいいと思います。いや、あれ、いや、結局都合のいい女と思われてるんじゃないですか。あれが軽い女だと思われてるってこと。ラミーが坂本に大事にされてると思います。何言わないで、坂本三角関係しようとしてんの。こういう醜いところも人間味があるってことだ。うまい、これでいいじゃん。ラブソングなんていらねえんだ。ラブソングなんていらねえ。いらねえ。はい、僕は一人だ。結局一人なんだ。そうなんだね。はい、あのちょっと書いたことも忘れたんで、次に行きたいと思います。はい、続いてのタレコミはこちら。あれ、ちょっと自分で投稿しないでください。自分で投稿しない。そうなんですけど、やめて、みんなそんなこと思ってたの。やめてよ、もうちょっと。みこ姉さんやっちゃったんですか。やめてくださいよ。書いちゃったの。いや、あれ、なんかもじもじしている人が。あれ、なんて言った、断叫が。あれ、え、なんで、大丈夫、手に。やっぱ裏側だから、今表側でしょ。え、ってことはみこじ、まさか。え、ポンコツは。え、ビジネスポンです。ビジネスポンです。じゃあ、みこが本当にリッタだとか。いや、なんかね、まあ実際あの普段の言動も裏でもポンコツなんですけれど、あのそういうところではなくね、やっぱさ、こうまあシラケンでね、あの一緒にやらせてもらってるんですけど、その時にね、なんか率先してね、なんかサムネとか、あとね、あれなんですよ、ちょっと今までのね、漫画とか、チラケン漫画の、あの、漫画のサムネとか、みこちがね、やってくれてて、そうなのよ。そうなの。いや、ほんとに配信とかもね、そうそう、だから本当に頼りになって、そんなの。ありがとう。みこち、頼り、何も言わずに。え、あれ、用意さ、そんな、じゃあ、どうした、どうした、今日は。え、じゃあいつものポンはビジネスだったという。まあ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 、ショックです、桜美子さんのファン。実はエリートなんだよね。エリート。あ、そういう嘘つくところも人間っぽいなと思いました。全部全部嘘。ブルージャーニーに、ブルージャーニーのせいで上手いじゃん。企画だからね、名言抜けます。抜けるなよ。